結婚とか入籍とかそういうのはまだちょっとねわからないけど、この世界のカードが出たっていうことでちょっとね、なんか期待したいなと。皆さんこんにちは、サラです。今日は久しぶりの竹もね占いやっていきたいと思います。先日ちょっとリクエストいただいて、なんか佐藤健さんはモネちゃんのスケジュールを知ってるのでしょうかみたいなね、そういうこととか、あと竹もねが今、付き合ってないんじゃないかとか、なんかねいろいろとこう憶測が飛び交ってるような感じなんですね。で私はもちろんね何も知りませんよ。今まで、リクエストいただいてて占いはしてきてますけど、佐藤健さんと上白石萌音さんの相性がいいこととタロットの展開が、いつもねいい結果になるっていうことだけは毎回言ってるんですね。で今まで3回ぐらいね占ってきたのかな。で佐藤健さんはね他の女優さんの方と占った時にあんまりいい結果にならないんですよね。だけど、上白石萌音さんとの結果がいつもいいのでね、私としては本命だとは思ってます。で先日金スマですよね、中江さんの番組で佐藤健さんが出られてて、でいろいろとこう2人でね対談されてて、で共演すると好きになるかみたいなことを確かね聞かれてたと思うんですけど、そりゃそうでしょうみたいなことを言ってたかな。当然ね佐藤健さんのファンは皆さん見てらっしゃったと思いますけども、で中江さんがね意地悪な質問してましたよね。もう本当にどうしてもこう好きじゃない人と相手共演をするときどうするかみたいなことを聞いてたのかな。そしたらなんとかいいとこを探します、見つけますみたいなことを答えてて、なんかああいうね話を聞いてるだけでも、佐藤健さんっていう人はやっぱりね頭もいいし愛情深い人だなと思うし、とっても、いつも言うね地球規模の愛で、そういう愛にあふれた人だろうなって思いますね。それでなんかね私はねその佐藤健さんのシュガーとかね生配信とか見たことないんですけど、その金スマでねちょっとお話しされてるのを見た時に、いつもその佐藤健さんって魚座かお羊座かみたいなねことを言うんですけど、私この間のその番組見てね、この人はむっちゃくちゃ魚座に近いなって思ったんですよ。割とその一人でいてても平気だったりね、そんなに何ていうのかな、人と交流を求めてないというかね、だから誕生数33でお羊座っていうことをいつもねそういうことを言いながら占ってますけど、やっぱりね魚座の質っていうのはかなり強い人じゃないかなって思いましたね。でそういうその誕生数とか星座のことはもう今までねパート1、パート2、パート3っていうのをしてきてて、毎回その話をしてるので、今日はここではしません。だからそのことをまた見たいと思う方は概要欄にねリンク貼っときますので、そこから一度ね見てもらったらいいかなと思います。で今日はまずね1回目に佐藤健さんの現状をタロットで見ます。
で2つ目に上白石萌音さんの現状を見ます。で3番目に2人の今後っていうのをねタロットで見ていきたいと思います。だから今日はもう本当にタロットだけでいきますので、まず、1つ目の佐藤健さんの現状と、まあそうですね、今後まで展開されていくとは思いますけど、まずそれ見ていきますね。はい、こういう展開です。はい、佐藤健さんの現状と今後、こういう展開です。まあそうですね、皇帝が太陽を見てるっていうね、この過去のカード、恋の実現に積極的に進んでいってたけれども、まあ友好的なね恋愛っていうか、友情、友達のような恋愛をしてきているっていうね、そういう意味のカードかなと思いますね。で手品師のカードが逆と正義のカードが逆、まあ、ここはねやっぱりねネックなのかなと思うんだけど、仕事がね忙しすぎるゆえに、まあ、結婚に気持ちがまだ向けない、向かないっていうね、そういうカードになってます。だからまあ法的なね、あの結婚とかそういう入籍するとかそういうことがまだ難しい、それはね仕事が忙しいからなのかなっていう、そんな状況だと思いますね。そして、まあ、13のカードからの恋人っていうのは、それでもなんとかやりくりしながらコミュニケーションは取り続けたいなって思ってるっていうのがこの展開じゃないかなって思いますね。まあ、あくまでもね、竹もねとしてね見てるんで、ここのこのコミュニケーション、恋人のカードっていうのはモネさんとの関係だと私はこう考えながらお伝えしているわけでね、なかなか今はお互いのそのコミュニケーションを取ることさえ難しい状況になってて、まあ、当然ね、結婚もまだちょっとね進んでいかないっていうのが現実なのかなって思いますね。でもなんかこうこのカード見てるとね、努力してなんとかこう時間を作ってコミュニケーションは取りたいなと思ってるっていうね、そういう今のこの現状を表してるのかなっていう今日のこのカードの展開だと思います。そうですね、佐藤健さんのねタロットの展開今ね見てもらったんですけど、やっぱりちょっとね仕事が忙しいのかなと思いますね。なかなかこう現実的に結婚に向けて、それがね相手が誰とかねそんなこと関係なく今ちょっと仕事が忙しい気がしますね。でもなんとかコミュニケーションを取らなくっちゃっていう思いは持ってるような、そういうふうにタロットがね言ってる気がしました。で次に上白石萌音さんの現状を、上白石萌音さん、まあ、すごくねいいカードなんですよ。この3枚正位置に出てて、まあ、これをね言うならば、マスコミとか、まあ、テレビとかに出ることによって多くの人を癒している存在、もう本当に何て言うのかな、アウトホッとするようなそういう存在の人なのかな彼女はって思いますね。でそれでいて力強さもあるっていうね、まあ、これは本当に上白石萌音さんの今の現状、みんなに癒しを与えながらもこう力も与えていくっていう存在になってるのかなって思いますね。まあ、ただね本人にするとね、まあ、このね吊るしの逆っていうのがね、恋の停滞っていう意味にもなるんですね。うん、だからもしかしたら今はテレビに出ながらねいろんなことを頑張ってるけれども、まあ、声が停滞してることに対してはちょっと気をもんでる部分もあるかもしれないけれども、ここにね女教皇が出てるっていうのはね、まあ、控えめで清楚な女性っていうね、そういう意味のカードからの希望を持って
今は仕事に縛られながらも頑張っているよっていうね、そういう展開かなって思いますね。で、最終的にね、この運命の輪があるっていうことは、確かね、まあ何回目かな、運命の輪って結構ね出るんですけど、もう彼女の運命はやっぱりね、どんどん好転していきますっていうカードになってるんですね。うん、だから仕事上ではねとても順調だけど、まあ、ここで恋愛に関して若干の停滞がある。でここのやっぱり仕事はねどん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 縛られながらも活躍は広がっていって、もっとね好転していくっていう、そういうカードになってるんですね。だからね、まあ恋愛に関しては本人もちょっと分かってるのかもしれないですね。今はとにかく仕事が忙しいし、まあ、自分からどうのこうのっていうよりも希望を持ちながら仕事に励もうってね思ってるんじゃないかなっていう、そういうカードの展開になってます。まあそんな感じでね、上白石萌音さんは、まあ、カードの展開だけ見るとね、やっぱりこう人々を癒す、こうアウトホッとするような女性でありながら力強いし、そして清楚で控えめでポジティブに、うん、今過ごしてるのかなって思いますね。まあ、ただね、仕事のカードからの悪魔の逆っていうのはね、どうしても仕事に縛られすぎてる、まあ、仕事が忙しいっていうことにつながってるのかなと思うんですけど、まあ、それがどんどん今後ね活躍が広がっていって良くなっていく、まあ、さらに良くなっていくっていう、そういう展開でしたね。うん、じゃあ最後にね、佐藤健さんと上白石萌音さん、竹萌音のね今後の展開を見ていきたいと思います。はい、竹萌音の今後、うん、まあね、この力のカードがコントロールできない状況っていうね、それが結局仕事ですよね。仕事が忙しすぎて2人がコントロールできない、そしてコミュニケーションが足りていないっていうね、このカードはすごく気になるんだけれども、最終的にねこの世界のカードなんですよ。もうこれはね恋の成就とかハッピーエンドっていうことになってるので完成形ですよね。いずれはもう完成する、2人の関係は実るっていうカードになってます。うん、だから高校になるとやっぱり結婚するのかなっていう気はしますね。ただ今はもう本当にね自分たちでコントロールできないぐらい仕事が忙しいんですよ。だから当然コミュニケーションも足りていない。でもこう希望を持って2人の関係性、恋人の関係性だっていうのはもうお互いがねしっかりと意識し合ってるっていう、そういうカードかなって思いますね。だからこのコミュニケーションの不足もあるけれども、なんとかやりくりして気持ちを切り替えて、なんとかお互い忍耐強く、今はもう仕方ないよねっていうね、そういう気持ちをお互いが持ちながら、まあね、なんか恋愛感情はやっぱりあるんだろうなって思いますね。で今日ね、3つその佐藤健さんを見て、上白石萌音さんを見て、この2人の今後を見て、もう全てにねこの仕事が忙しすぎるっていうのが出てるんですよね。で私はその2人のスケジュールを知ってるわけでもないし、まあなんとも言えないんだけど、このカードを見るとやっぱりね2人ともが自分たちのコントロールできないような状況に今置かれてる。仕事の面でね忙しいから、だからどうしてもそのコミュニケーションも取りづらくなってるけれども、こうやっぱりどっかでねそのしっかりと結びついてるっていうね、そういうこの世界のカードかなって思いますね。ここに世界のカードが出ててね、恋人のカードも出ててね、で希望のカードも出ててね、
でも今のまんまでもう仕方ないね、忍耐我慢しようねみたいなね、そういう風なこの展開になってるのでね、やっぱりね、まあ世間でねどう言われるかわからないし、竹宗のね配信をすると本当にいろんなコメントをいただいて、正直私もへこんだりするんですよ、うん、でも私はね本当のところは分かりません、いつもね言うんですけどね、タロットの展開で見る限りやっぱりこの2人はね恋愛関係にあるんじゃないかなって思うんですよね、うん、だから今は忙しいと思うけれども2人の関係は静かに育まれていってるんじゃないかな、愛はね静かにこう育まれていってるんじゃないかなって思いますね。だからまあね結婚とか入籍とかそういうのはまだちょっとねわからないけど、この世界のカードが出たっていうことでちょっとねなんか期待したいなと私も思いますね。ということで今日は竹宗占い3つ展開しましたね。またこれを見てね一喜一憂するんじゃなくって佐藤健さんの幸せ、上白石萌音さんの幸せね、それぞれの幸せをね願って見守っていったらいいんじゃないかなと思いますね。ということで今日の竹宗占いは以上になります。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。